2012年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2012年にイギリスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会国際スケート連盟によるヨーロッパ各国の選手を対象とした選手権大会である2011から2012年シーズンのヨーロッパフィギュアスケート選手権シニアクラスの男女シングルペアアアイスダンス種目が 2012年1月23日から1月29日にかけてイギリスシェフィールドのモーターポイントアリーナで開催された。イギリスでの開催はバーミンガムで開催された1989年大会以来23年ぶりである。今大会、ロシアは国内選手権で女子シングルを制したアデリナ・ソトニコワやグランプリシリーズで注目されたエリザベータ・トゥクタミシェは ペアで前々回優勝の川口優子、アレクサンドル・スミルの含み、等、何名かの有力選手が、不在にもかかわらず、合わせて7つのメダルを獲得している。男子シングルは、アマチュア競技会出場資格が回復したエフゲニー、プルシェンコが、特例により、予選から出場。フリースケーティングで4回転トーループを決めて、パーソナルベストスコアを出し、 同門のアルトゥール・ガチンスキーを破って7度目の優勝を果たした。女子シングルは、グランプリシリーズから高成績を残すカロリーナ、コストナーが、2位のキーラ・コルピに大差をつけ、2年ぶり4度目の欧州女王に輝いた。ペアは、グランプリファイナル優勝で前回チャンピオンのアリオナ、サフチェンコ、ロビン・ゾルコービ組が、怪我のためショートプログラム前に棄権を発表した。 その結果、グランプリファイナル2位のタチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組をはじめ、ロシア勢が表彰台を独占した。アイスダンスは、ナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブルザ組が2連覇を達成。エカテリーナ・ボブロは、ドミトリー・ソロビエフ組も、前回同様に、準優勝となった。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国の、 フィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により、種目ごとに1名から3名と決められた。複数の出場枠が与えられた国は以下の通り。男子シングルケビン・バンデル・ペレンは、怪我のためフリースケーティングを棄権した。英国のジェイソン・トンプソンは、予選13位だったが、開催国代表として、ショートプログラムに進出した。 アリペッカ・ヌルメンカリーは、怪我のため予選を棄権した。女子シングル女子、シングルメダリストペアアリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービ組は、サフチェンコの、左太ももの怪我により欠場した。アイスダンス1位から12位の選手に対し、以下の通り賞金が与えられる。なお、この金額は、ヨーロッパ以外の選手で争われる4大陸。 フィギュアスケート選手権より高額となっている。アデリナ・ソトニコワとエリザベータ・トゥクタミシェワは年齢規定を満たさないため本大会への出場資格がない。年齢規定については ISU 検証と一般規則2010ルールナンバー108を参照。プルシェンコ特例で欧州選手権へフィギュアサンスポ .comhttpwww. サンスポ .com, スポーツニュース 12104SPM 1兆2010億4105万 2000N1HTM2012 年2月12日閲覧 AB, German Pair with Draw2012 年2月12日閲覧 ISU Communication No. 1685プラシェンコセキュアーズ 7th エウロペアンタイトル 2012年2月12日閲覧。ケビン・バン・デア・パーレン・ウィズ・ドルー・フロム・ザ・メンズ。フリー・スケーティング・アット・ザ・ ISU ・ヨーローピアン・フィギュア・スケーティング・チャンピオンシップス2012。フォローイング・ザ・ウォーム・アップ・サイティング。インジュリー・ ISU ・ヨーローピアン・フィギュア・スケーティング・チャンピオンシップス2012。プレリミナリー・ラウンド・アイス・ダンス・ンメン。国際スケート連盟。 2012年2月10日閲覧 ISU ヨーロピアンフィギュアスケーティングチャンピオンシップス2012プレビュー国際スケート連盟2012年2月13日閲覧ありがとうございます